あなたの話を書くときが来た。先生は今回自分のこと書こうとしてるでしょ。無駄な思い入れのせいで客観視できなくて滑る作家が多いのよ。現状連載はできません。続きは必ず書きます。何としても書かないといけないんです。私自身のためにも。この子はね、魔女にされたいろんな仕打ちのせいで、そんじょそこらのひどいことなんてへっちゃらなの。だから悪い王様とか吸血鬼に苦しめられてる人々の身代わりになっていくの。そこなし子が引き受けたって言って。はい、ぐるーっとちょっとずつムードになっていく。気づいたんですよね。子供を愛さない親なんていないってことに。すっと風な口聞かないでくれ。全部牛詰めで恐縮ですが、好きです。付き合ってください。結婚してください。日本語に真っ白なページに、そして想像力の母である活字に乾杯。金魚のおうちゃんも、吸血鬼も、みんな、みんなみんなみんな、あなたが戦ってきた証拠です。全員、あなたの中にある、生きる力です。